そうだ、うん、今ワウワウで、うん、電波少年やってるんです。やってるじゃん。はい、土屋敏夫さんもやってるし、あの一回ロケやろうかとか言われてるんですけどね、まだあのコロナでやれてないんですけどね。どんな感じ、過激、うん、昔のテレビをスタッフの方とかお話ししたりこうやって、今んとこそんな過激なやつはないけど、台本は見せてもらってないですね。あ、そうですか。だから台本見せてもらってない司会者、もう毎回電波少年の時は台本を見せてもらってなかったんですよ。あ、そうですか。そうなんですよね。あ、